ポテトスティックを作ります。じゃがいも 150g を耐熱皿に入れ、軽くラップをし、500ワットのレンジで4分ほど加熱します。加熱したじゃがいも、マヨネーズ大さじ1、塩小さじ1 4分の1、薄力粉 30g を入れ、30回ほどブンブン引っ張ります。具材が側面につく場合は、 ヘラ等で落としてください。絞り袋に移し、クッキングシートに絞り出します。180度に予熱したオーブンで20分ほど焼いて完成です。